クロエ・セビニーは、アメリカ合衆国の女優、ファッションデザイナー、元ファッションモデル。マサチューセッツ州、スプリングフィールドで生まれ、コネチカット州、ダリアンという白人の富裕層が住む町で育つ。父親の H ・デビッド・セビニーは、フランス系カナダ人だが1996年に、亡くなった。母親のジャニーは、ルクセンブルク育ちのポーランド系アメリカ人。 兄のポールは、クラブの DJ をしている。170センチメートルの身長を活かし、ブルック人でモデルをしたり、インターンとしてファッション雑誌の編集をしていた1995年に、当時の恋人ハーモニーコリンが脚本を書いた、キッズ、キッズで女優としてデビュー。インディペンデント映画を中心に活動している。デザイナーとして、映画、ガンモの衣装デザインに関わった。 1999年公開のボーイズ・ドン・ト・クライではアカデミー助演女優賞の候補となり全米映画批評家協会賞助演女優賞やロサンゼルス映画批評家協会賞助演女優賞を受賞した2006年放送開始のテレビシリーズビッグ・ラブに出演し2010年のゴールデングローブ賞助演女優賞を受賞したイギリスのミュージシャンであるジャービス・コッカーや ロックバンド ARE Weapons のマットマコーレーと交際していたことがある。2020年5月2日、第一子となる男児を出産。ありがとうございます。